私はしおり、結婚3年目の専業主婦。元は働いていたが、夫のエータの希望で結婚と同時に仕事を辞めた。あ、帰ってきちゃった。お帰りなさい。開けるの遅くないか？ご飯作ってたから。俺がこの時間に帰ってくるの予想できてただろ。すぐに開けろよ。うん、ごめんね。鍵持ってても絶対自分でドア開けないんだよね。これが晩飯？おかず少なくないか？それに魚かよ。昨日揚げ物だったし、今日はあっさりしてた方がいいかなって思ったんだけど。だったら先に今日は魚でいいかってメッセージなりで聞いてくれよ。そうしたら俺だって魚は嫌だって言えるのに。そっか、次は気をつけるね。風呂は？今お湯入れてる。今？すぐに入りたかったのに。お前本当に使えないよな。ごめんなさい。また今日も呆れられた。エータは私との結婚生活が不満らしく、毎日こうして文句を言ってくる。主に文句は家事についてで、私なりに精一杯頑張っているが、納得してもらえない。もういつまで経っても料理は上達しないし、手際が悪いし、お前主婦に向いてないんじゃないか？そうかな。自分では美味しく感じるんだけど。俺考えたんだけどさ、お前パートでもしてきたらどうだ？パート？言っておくけど、家事はちゃんとやれよ。お前が昼間暇している時間を使って、小銭でも稼いできたらってことだよ。いいの？稼いだ金は小遣いじゃなく、家計に回せよ。分かっているよな。働ける。エイトに言われて専業主婦になったが、本心は仕事を続けたかったのだ。本当にパートに行ってもいいの？前に働きたいって言ったらダメって言ってたじゃない。俺ばかり働いて不公平だなって思ったんだよ。パートでもして、働く俺の大変さを実感すればいい。わかった。じゃあ早速明日仕事探しに行ってくるね。おう。エータの気分が変わらないうちに早く探しておかなきゃ。一週間後、私は近所のスーパーで働き始めた。佐山さんってテキパキして仕事早いわね。ありがとうございます。一緒に働く人たちは優しい人ばかりだった。ずっと専業主婦だったの？ブランクあると働くのってドキドキするよね。はい、でも久しぶりに家の仕事以外できて嬉しいです。あら、働きたかったの？もしかして、旦那さんが働くのをいい顔しないタイプ？前までは家にいろって言ってたんですけど、この前急にパートしていいって言ってくれて。私何か変なことを言いました？変っていうか、もしかして旦那さんがちょっと亭主関白っぽいタイプ？亭主関白。いや、だって旦那さんの許可ないと働けないって雰囲気で話してたから。もしかしてよそのお家はそうじゃないんですか？うちは子供が大きくなってきたし、そろそろ働きたいなって私が思ってパート始めたわよ。私も似た感じ。旦那にはパート始めるからって伝えただけよ。私はこの時まで自分の環境がよそと違うことに気づいていなかったのだ。帰宅後、モラハラ。今日のパート終わり、同僚の一人からモラハラって言葉を調べてみた方がいいと言われ、帰宅してすぐに調べてみた。すごく思い当たる。家事や育児を否定する。相手を見下した態度や暴言を吐き、人格を否定する。相手の行動を制限し、あなたのためだからと思い込ませる。これってエータだ。衝撃だったが、一方で私はエータの言動が誤っているものと知ってほっとした。ずっと自分が間違っているのかと思っていたから。考えたら、結婚前はあんな感じじゃなかった。結婚前、エータはちょっと強引だけど、私を傷つける言葉を吐いたりはしなかった。むしろ私のコンプレックスを認めてくれる人だった。しおりは我慢強いよね。弱音を吐いたりしないし。そうかな。もしかしたら鈍感なのかも。俺はそういう真面目で不器用なしおりが好きだよ。でも今は、あの頃好きと言ってくれた部分をけなしてくる。容量が悪い。反応が鈍くてイラつく。エータにいつも言われている言葉だ。ずっと私が悪いと思ってたけど、もしかしたら、そうじゃないのかもしれない。何やってんだよ。開けるの遅いだろ。おい、お帰りは？あ、お帰りなさい。あ、まだ晩飯作ってない？お前何やってんだよ。ちょっと、パートで疲れてて。たかがパートで何言ってんだ。パートしても家事をサボるなって言っただろうが。返事はどうした？あ、うん、そうだね。なんだよその態度。お前俺をバカにしてんのか？それはそっちじゃないの？あ？なんでもない。ご飯続き作るから、話があるなら後にしてくれる？おい、ちょっ！いつもどうして怒られるのかわからなくて、自分が悪いんだとずっと思っていた。でも、私が悪いんじゃない。これはモラハラで、エータの方がおかしいんだ。私はやっとそれに気づいた。それからというもの、私は少しずつ卑屈な態度をやめていった。エータが切れても真顔で沈黙し、前のように謝罪はしなかった。しおりさん、最近表情が明るくなった？
そうかな。やっぱり家にこもりっぱなしが私に合ってなかったのかも。ああ、わかる。こうやっておしゃべりするのって気分転換にもなるよね。あ、そういえばしおりさんの旦那、まだ機嫌悪くしてるの？うん、でも今は放っておいてるの。昔はなんで機嫌が悪いのかわからなくて、ずっと謝ってばかりだったけど。それでいいよ。悪いことしてないんだもん。謝る必要ないって。でも、あまり怒らせて大丈夫？ほら、暴力とか。それは大丈夫だと思う。今までどんなに怒っても暴力はしなかったし。本当？もし何かあったら遠慮せず相談してね。ありがとう。パート先で知り合った人たちはみんな優しく、結婚して初めてできた友人だった。パート始めてよかった。おかげで世界が広がった気がする。エータのモラハラは相手にしなければ大したことではないと気づいてから、私の気持ちはずっと楽になった。だが、そんなある日のこと。パート辞めるってさっき電話したからな。は？けど本人の希望じゃないとダメだの、あーだこーだうるさいから二度と行かせる気はないって怒鳴ってやったよ。信じられないことにエータは私のパート先にまで電話したのだ。何やってるの？お前が悪いんだろ。パートするようになって俺の世話をおろそかにするからだ。家事もちゃんとやってたじゃない。家事のことじゃない、お前の態度だよ。お前最近俺のこと甘く見てるだろ。パートを許したのは仕事の大変さを分からせようと思ったからだ。けどお前は俺のありがたみを理解するどころか小銭稼いで偉そうにしやがった。はぁ？その顔だよ。前はそんな顔俺にしなかった。パート行くようになってからだ。しおり、お前の先月の給料いくらだ？6万円よ。それっぽっちで偉そうにしやがって。お前よ、俺に養われてるって理解してる？たった6万で生活できる？できないよな。何を勘違いしたか知らないけど、お前は俺がいないとまともな生活ができないって理解しろよ。返事は？返事どうした？返事は、我慢強い私の限界はここまでだった。返事はこれだ！うお、何すんだよ。十数年ぶりだけどまだ覚えてたみたい。私ね、小学校の時に近所の空手道場に通ってたの。数年だけだから全然大したことないんだけど、体はちゃんと覚えてたみたい。私も聞きたいんだけど、誰のおかげで綺麗な部屋に住めて温かいご飯が食べられて清潔なシャツを着て仕事に行けると思ってるの？さっき私の給料たった6万って言ったけど、じゃあ来月から給料6万プラスになるくらい働いてきてよ。簡単でしょ？会社終わった後にバイトしてきてもいいわよ。たかが6万なんでしょ？それは。できないの？できないくせに偉そうに言ってたの？俺のありがたみうんぬん言ってたけど、じゃあエータはどうなの？私と同じく家事ができるの？料理も洗濯も掃除も同じレベルでできるわけ？まさかと思うけど、家事なんて誰でも簡単にできると思ってる？思ってるなら明日からやってみなさいよ。なんだよ、いきなりそんな。何作っても文句ばかり言われて、私が平気だったと思う？それは。言っておくけど、あなたが死なない程度に食べ物に細工することだってできたのよ。は？あれだけ私をバカにして、何もされないと思ってた？おめでたいわね。嘘だろ？法に触れないこと、いくらでも思いつくけど。何震えてるの？もしかして私がそんなことも思いつかない優しくて従順な人間だって思ってた？しおり、何かしたのか？やだ、そんなことしないわよ。ちょっと驚かせただけ。本当に？本当にやってたらこうやって言わないわよ。黙ってやるわ。もしもの可能性を教えてあげただけ。でも家事を任せるってそういうことよ。あなたの生きていくために必要なことを私がやってあげているの。愛があるから相手に元気でいてほしいって思うし、そうじゃなければ病気になろうがどうなろうが知ったこっちゃない。だから私をバカにしない方がいいわ。ねえ、私に何か言うことない？今までごめんなさい。よく聞こえなかったわ。もう一回。ごめんなさい。全然聞こえない。ごめんなさい。あら、泣いちゃった。私はそれからも長時間にわたってエータと話し合いをし、彼の何がダメだったのか教えてあげたのだった。その後、あれから1ヶ月たち、私とエータの関係は変化した。私そろそろ上がるわね。お疲れ様。お疲れ様。今日も旦那さんのお迎え？うん、別にいいって言ってるんだけどね。旦那さん、前に聞いた時より随分印象変わったよね。あのモラハラっぷりは何だったのってくらい。そうそう。今はニコニコ迎えに来て、私たちにも挨拶してくるわよね。一度しっかり話し合ったら私のことを理解してくれたみたい。よかったね。離婚するんじゃないかって実はちょっと心配してたのよ。私もそうしようかと思ってたんだけど、夫の方がしたくないって何度も頭を下げるから、まあ一応様子見ってことにしてる。
そうなの？でもよかったわね。結果的にはそうだね。ああ、そろそろ行かなきゃ。お疲れ様。お待たせ。お疲れ様。今日は休みなんだから迎えに来なくてよかったのよ。でも俺がそうしたいんだよ。家にいても寂しいし。あ、もちろん家のことしっかりやってきたよ。掃除も洗濯も料理も。ありがとう。後でチェックするわ。あれからエータは別人のように変わった。私を見る目が以前は蔑みだったのが今はうっとりとしたものになっている。もしかしたらこういうのが好きだったの？支配したがっていると思ったが、本性は逆でエータは支配されたいタイプだったのかもしれない。まあでも前よりも今の方がずっと可愛いからいいか。私自身そういう夫が嫌ではない。なので以前よりもずっといい関係が築けていると思うのだった。